こんにちは、ペイです。1分でわかる能力解説、今回はダルビッシュセレクションで登場した沢村栄治投手、989、制球74、スタミナ86の球威型で登場しました。称号では発散の鉄腕一点狙いですが、球威スタミナ同値が可能です。そして高いステータスで中継ぎもできるという点、2球種と少ないながらどちらも球威 B 以上というのはめちゃくちゃ強い。通常の最強決定戦コストリーグでも輝いてきそうですね。ただ一方で新球種のドロップは実質ただの D カーブ、しかも2球種しかないため、リアタイでは残念ながら活躍できないですね。せめてカーブ方向2種にしてほしかった。この強い特能が泣いてるぞ。なのでリーグ勢は獲得必須で、リアタイ勢はスルーしてアニバーサリーや今後の OB に備えてエナジーを貯めておくのがいいと思います。これは OB 新規枠とはいえ取りに行くか悩む。みんな取りに行くかどうか教えてください。今回は以上。